スイカはねどうなったでしょうかね。はい、2つね、実って、はい、今こういうふうになりました。これね、なかなかね立派に、もう収穫できると思うんですよ。2つね、これはあの、木の、あの小玉スイカです。これ、ね、ネットかぶすかなと思ったら、ね、別にそうなくてちゃんとなってるんですよ。だからそのままにしてますけどね。はい、でこっちはあの赤玉なん、のこ玉なんて、ピノガールというやつね。はい、これもね一つ、これこうなってます。見ますかね、ですね、これね、ピノガールです。でこっちはあの木の小玉になります。でまあ、あのそうですね、あの先輩格のね、ロママさんのちょっとコメントをしていただいたりとか、まあ、個人的にも、時々ね、あのメッセージで、お元気ですかって言って言う、あの話させていただくんですね。お忙しいだがね、させていただくんですけども、あの大体そのロママさん曰く、やはり一鉢に2つぐらいかなって言ってます、言っておられます。この鉢栽培は、ね、2つぐらいかなって、やっぱ実る限度があるんですね。で10円の方は1株で4つぐらいかななんておっしゃって、まあ、それ私もこれ初めてなんでね、そうですかという話なんですけどね、まあ、見てるとね、なんかね、いろ調べたらね、こう1本こうずるでしょ。でそれでやっぱ脇芽に、パッションフルーツのように脇芽が出るんですよ。そこのとこに花がつくからっていう話なんで、だからある程度その主たる枝がずっと伸びたら、やはり上の方で摘心するらしいですね。そこはパッションと同じだと思います。で、なんかね、やはりね、あの花の間隔が30センチとかね、結構ね細かくね見なしたらね、すごくプロ的にね細かいんですよ。で私はまあ脇芽を出して、そのついた花がおしべとめしべがあるから、お花をめしべにこうつけるっていうそのタイミングね、もうそれがまあ、いるんだろうとは思います。で特に、午前中の花でなかったらダメとかね書いてあったのが複数ありまして、花粉の方のその実行能力が1日持たないんでしょうね。そういうちょっと難しさもあるみたいですよ。はい、だからそうですね、パッションフルーツみたいにこう、花の格好だけでこう判断してさ、あ、これは受粉できる、受粉 できないっての分かって、で受粉できる分は受粉したらきちっとなるというような、なんかそういうねもんでなさそうなんです。スイカも、みんな結構ねなったよなったよって言っておっしゃるけどね、そうにはやはりそういう工夫をねされてるんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ今年初めてこれスイカねチャレンジして、これねありまして、2つね、これは木玉の方ですよね、なりましたし、で赤玉の方のねピノガール、これね種が少ないらしいんですけどね、これね、はい、まあもうこれピノガールはこれいけるんじゃないかな。こっちもこっちの方の大きいの一つもう取りましょうかね。はい、まあ、そんなことでスイカの方もねこれねうまくいきます。こちらの方はブドウのナイアガラね2鉢なんですね。で今年まあ花水はたくさんつきませんでしたけども、5つほどずつぐらいこうついてますから、まあこれはまあ旧大点だと思いますよ。でその房の花水についたものもですね、落ちずにねちゃんとだんだん太ってくるんです。ちょっと見えますかね、あっち玄関の方がまた見ますけど、でこの中華サイトのね激安サイトでいろいろまあ問題というか課題がありまして、なんです。テムでね買ったこの雨よけですね、これねなかなかね優秀だと思います。はい、これ1500円ぐらいです。こっちは1300円だったかな、小さい方が。こっちは1500円ぐらい。それでこういうふうにこうすっぽりね覆うことができるんです。これ70センチの大きさです。こっちは50センチの大きさです。
はい、2つあって70センチの方、これココット、それからセーベルの方にもやってますから、そういう意味でね、これうまくこうすっぽりねこうなりました。はい、ね、そうそう、あ、テムはね、あれですよ、一つそのもともと危険 で使わない人も結構いらっしゃいます。で、私の方は気づけ、まあ安いから買えるんですけどね、そんなあのいい加減な企業はないんですけども、クレジットカード の番号が盗み取られるというようなあの事例もねこう出てるっていう話なんですよ。まあそれはあの、まあ、テムはどうしようもないって言いますかね、あどういう手口でどういうふうにしてってやっぱり悪いやついてるんですよ。ですからあのお買いになるときはコンビニ決済をおすすめします。番号を見て、その番号でを入れてコンビニのあのマルチコピー機ですか、そっちの方であの入れて、でレシートをレジで払うと、そうするときちっと処理してくれてテムがお金を受け取りましたと、でそれであのすぐにね配送してくれます。1週間ぐらい以内でねほぼ配送してくれますから、それはねあのいいかと思いますよ。はい、あのナイアガラの方ね、これこのテムの方のこの雨よけの下の方に外れたやつですけどね、今年はあの梅雨でがあの少ないんで、雨が少ないんで結構ね身のね調子がねこれいいです。これ、ね、あんまり濡れてないんですよ。でただこう見とくとね、こうやっとくとね、鳥なんかは食べて、まあ人は取ることはないと思いますけども、カラスとかねあの来ると思いますんで、ちょっとねこの葉っぱにこう隠しといたらね見えないんで、でいけると思います。はい、桃の方もねおかげさんでね、あのだんだん太ってきましたよ。これあの大玉白鳳ですけどね、感じが良くて、これこう、はい、あのこれから1月にかけてどんどん実が太ってくると思います。であの今年ねあのカメムシがね結構飛んでますね。でカメムシねやっぱり見てると、こう身の中に入っていってこう吸ってるんですよ。それがね分かりますね。ですからそれはねあの気をつけたいなと思うんですけどね、まあ農薬まくとかいうのはねこの時期にちょっと微妙なんでね、まあ、できるだけ この袋をねこうやってかけることによって、虫からねこう 身を守る、そういうふうにさせてもらってるんですね。はい、であの、まあ、食いたければこのちっちゃいやつをこうこれ食ってって、そういうふうにこうわざとこれ置いてあるんです。こっちにたかるでしょ、で見えないところはこうたからないって、そういうふうなことになってますとかね。でこれはこっちは暁です。暁の方も順調ですよ。これね、これからもっともっと大きくなります。ここのところの方、うん、これもねほら見てもらったら、これ書き忘れてるの、これほらこの後にあのジェリー状みたいなのが出てるんですよ。これねカメムシがあのつついた跡なんですよ。シンクイムシじゃないですね。カメムシはおそらくねプツってあって、でそれでこの桃がその防御反応でこのねこのゼリーみたいなのをこれ出してるんだと思います。まあ、ここにねまたね農薬をまくというのもねどうかなと思うんで、もうこれはもうちょっと諦めましょうかね。虫にこう食べさせておいて、でこっちにやってる間に他のやつはこう順調に太る、そんな感じかなにしたいと思いますね。はい、気をつけたいことなんですけども、この日差し、雨の日差しがあるところ、これですね、下のところはねこう雨濡れないでしょ、だからあの水切れを起こしやすいんですよ。ですから必ず水ね、またこれ日差しのあるところこれやってるんです。これはね結構ね重要なねこうポイントかなと思いますよ。こう分からないんでね、他のところはもう大丈夫だと思ってるけど、ここのところ辺が当たってないからスコーンとやられちゃう、水切れで。特にイチジクなんかここに置いといていいなと思ってやってると、水切れ起こして一貫のアウトでね終わりになっちゃいますんで、さあ水をねやりましょう。
ガバンがこれね、右をね、これどうやら結実したみたいですね。さあ、これは最後に大きくなってくれるかどうか、これどうでしょう。はい、玄関周りのね、あのフェイジアのクーリッジのやつですけどね、たくさんね、これね、本当に花が咲きましたね。花粉もいろんなあの花粉をミックスでつけたつもりなんです。ですからあんまりね、あの実りはね、もう一つですねと思います。まあそれはね、花粉の相性だと思うんですよね。こう木の相性きっとあると思うんですよ。で、どうですか、あんまりあの大きい実クーリッジはね、なりませんのでね、そこも一つのちょっとなったかな、ネックかな。たくさん花が咲くんですよ。で、結実するとたくさんなるからって、それでかなり評価がいい方も多いです。それは確かにそうなんですね。はい、もうですね、この辺はね、結実してると思いますよ。この太ってる、このちょっと太ってるやつで、もうこんなはダメですね、きっと。ちっちゃい、このちっちゃい頃なんでね、こういうのね、こういうのはもうきっと自然落下しちゃうと思います。もうおそらく自然落下ね、仕掛けてるやつもあると思います。はい、ということですね。フェイジアの方のこれ品種不明のやつですけど、ジェミニじゃないかなって言うんですけどね、実はあの去年食べた中では結構これ美味しくて、アポロ級の味するんですよ。もしかしたらね、違うんじゃないかって、またそこでね、あの疑念を生じまして、と言いますのは、最初もともとの葉っぱがね、これ小さかったんですよ、本当に。だからこれはね、ジェミニなんじゃないかなと思ってたんですね。で、少し結実して食べたんですけども、結構あの裏側にあるジェミニと思われるやつよりもずっと味はいいんで、これはね、もしかしたらアポロじゃないかなとかね、ふっとまたね、そうに思ったりこうするんですね。木の格好もどうですかね、これね、一本一本で直立的なんですよ。ここも一つのポイントかな。アポロだったらね、いいんだけどなぁと思うんですけど、どうでしょう。まあそうすると、こっちのアポロと、まあ仮にですよ、アポロと、クーリッジとはね、まあそんなに相性悪いとは、あの記憶ではあの悪いとは思ってなかったんで、まあ結果的にはね、いい成績になるんじゃないかと思ってます。